ぎおなのであえそばをね作りたいと思います。玉ねぎ炒めていきます。にんにく、生姜、いぶりがっこもね欲しい。すりねぎかね。醤油です。醤油、ごま、一味唐辛子、練りごまです。余熱で炒めるわ。中火にしてゆっくり炒めて、失敗したんじゃないかと思うぐらいね刻んでいきますね。大さじ2、お酒でいいですよ。はい、大さじ1。なければお酢で。で、人にそうですね、冷蔵庫でもう1ヶ月。はい、鶏肉です。和える。で、このネギが入ること。ネギのあえそばの完成です。